2018年12月11日、かつて中華圏のトップアイドルグループだったフェイルンハイ・ヒリン会の復活についてメンバーのケルビン・タツマタジュが希望を表明して注目されている。3リッター電子網が伝えた。台湾の4人組男性グループのフェイルンハイは2005年にデビューし、中華圏だけでなくアジア全体で絶大な人気を集めた。メンバーのウーズン、クレソンの脱退表明を経て11年以降はメンバーがソロ活動を本格化し、公式発表のないまま解散状態となっている。今月4日、メンバーのケルビンがかつての仲間であるウーズン、ジロー、王東城の3人で撮った写真をインスタグラムに投稿。さらに10日、中国版ツイッターで開催されたフェイルンハイ復活への意見を問うアンケートに希望すると自ら回答したことで、今後はコンサート開催など様々な形での復活もあるのではないかとファンをざわつかせている。フェイルンハイのデビュー以前に人気沸騰した同じく台湾の男性グループの5566がこのほど台北アリーナでのコンサート開催を発表。1万3000枚のチケットが発売開始5分で完売となり、根強い人気を示した。このことから4人揃ったフェイルンハイの勇姿をもう一度見たいとコンサート開催に期待を寄せる声も多い。